森はじめ娘の森律子と森はじめから1927年1月23日は日本のジャーナリスト、政治家、衆議院議員、弁護士、属籍は愛媛県氏族。現在の愛媛県松山市柳内町で生まれた伊予国松山藩市である小学校を卒業して 松山中学校に通学したが1881年、同校を中退して、大阪、東京に出て、法律学を専攻した。イギリス法律学校で学び、法制二課を収めた。1884年、大元人試験に合格した。一旦帰国したが1887年か、1888年に、再び東京に出て、大元事務を開業した。また、 自由党員になった。あと、関ずるところあって、同党を退き、内地雑居小僧会を起こし、さらに大日本協会が起こると共にその党員に入れし、拡張に人水するところがあった。日清戦役後各党の有志と図り同志会である、申請者を組織主幹事になった。領友雑誌主幹、伊予日日新聞社長、日本赤十字社正社員となった。年の、 第7回衆議院議員総選挙で当選。以来3期務めた。厳正中立を守った。1927年死去。住所は東京市京橋区うねめ町、道区、築地。ありがとうございます。